チアリーチャムはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群である。1979年開発。2014年現在のデザイナーは深澤和美。主人公であるチャムはウサギをモチーフに擬人化。クレヨンタッチの作画が特徴の和み系キャラクターである。チアリーチャムという名称及びキャラクターデザインは1979年に開発されて、 商品展開がされていたが、その頃は単にうさぎちゃんや豚くんなどと呼ばれていて5人のキャラクターの名前はまだなかった。8年後の一語新聞1987年6月号の紙面上でキャラクター名の読者公募をしたところ637通の応募があり、その中から当時のチアリーチャム担当デザイナーである半田久美子の選考により名前が決定され、 一語新聞1987年10月号の紙面にキャラクター名と命名者である応募者の氏名が公表された。野原にある動物村の住人の仲良しの5人組でパーティーを開くのが好き。いつも野原で遊んでいる。他にもサンリオ公式ページや近年発売された書籍等には登場しないが以下のキャラクターも存在した。 ビニール製起き上がりこぼし人形やキャラクターがプリントされたペロペロキャンディ、タオルやポーチやハンガーなどの雑貨が発売されていた。最近でも商品展開が行われ、大人向け商品のほか、ピョコノルマスコットやミニミラーマスコットなどが発売されている。いちご新聞の読者投票企画サンリオキャラクター大賞では第28回の19位が順位が明確にわかる。 半中で、歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞19位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、20位以内なら5に、うん、集合して、再デビューします。と宣言していたが、見事19位とトップ20にランクインされたため、再デビューすることとなり、いちご新聞2013年10月号の紙面上で、 再デビューに向けての意見やアイデアの募集が行われた。また、いちご新聞に届いた表のみを集計したその年のサンリオキャラクター大賞いちご新聞ランキングでは昨年より順位を10上げ5位にランクインした。2017年のサンリオキャラクター大賞は総合順位は32位でランキング時のコメントは緊張しちゃったであった。また、 イチゴ新聞ランキングでは17位にランクインされた。2013年をピークに近年はサンリオキャラクター対象本戦、イチゴ新聞ランキングとも順位が低下傾向にある。また、イチゴ新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている。2016年のサブキャラコンテストはチアリーチャムからはノミネートなし、2017年の サブキャラコンテストでシアリーチャムからはミュウがノミネートし15位にランクインされた2018年のサブキャラコンテストはシアリーチャムからはプーがノミネートし17位にランクインされた第4回は第1回第3回までの上位20キャラクター同士の決戦コンテストでシアリーチャムからはプーが36位ミュウが37位にランクインされた仕切り直しとなる 第5回は、チアリーチャムからはノミネートなしであった。ありがとうございます。